皆さんこんにちは、古生物チャンネルのラー油です。皆さんは北九州市の命の旅博物館が10年ぶりに常設展のリニューアルを行ったことにご存知ですか？なんとそこには国内で命の旅博物館しか見れないマジュンガサウルスの全身骨格も展示されています。ということで今回はこのマジュンガサウルスについて詳しく解説などをしていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。マジュンガサウルスは8300万年から7100万年の白亜紀後期に生息していた、全長約8メートル前後、推定体重3トンのアベリサウルスの仲間の恐竜です。アフリカのマダガスカルに生息していたとされ、マジュンガ州で発見されたことからマジュンガサウルスと付けられました。かなり大型であることから大型の竜脚類すらも獲物としていたのではないかと考えられていますが、近年マジュンガサウルスの骨から別のマジュンガサウルスの歯型が発見されたことから、同種の恐竜同士の争いもあったと推測されており、仲間であるはずの恐竜が天敵であった可能性も指摘されています。マジュンガサウルスとそっくりなマジュンガトルスとは、マジュンガトルスは中生代白亜紀後期のマダガスカルに生息していた、全長約7メートルほどのアベリサウルスの仲間に属する恐竜です。ちなみにこれだけでも聞くとマジュンガサウルスじゃねと思う方いると思います。実は正解で、マジュンガトルスとマジュンガサウルスは同じ種ということが判明したので、マジュンガトルスというグループはなくなってしまいました。だからジュラシックファイトクラブのマジュンガトルスの情報は全てマジュンガサウルスのものだったということです。ちなみにジュラシックファイトクラブはとても面白いのでおすすめです。マジュンガサウルスの解説はいかがでしたか？愛くるしい恐竜が好きな方はぜひおすすめな恐竜です。もよろしければチャンネル登録もしていってください。ご視聴いただきありがとうございました。